分かった。動くわ。犬みてえに走りまんのもそろそろ飽きてきただろう。逃げてばっかりいねえで表に出てきて俺と戦おうぜ。もっとあったかく気持ちよーく焼いてやるからよなあ。みんな大丈夫？破損率 44.33%。 損傷は外皮に集中しています。破損率 39.92%。 顔の火傷だけはなんとか避けたわ。破損率 48.43%。 こっちもほとんど火傷よ。通覚センサーをできるだけ下げてはいるけど、それを差し引いても機能が麻痺してる感じがするわ。正直もう限界ね。嫌です。今までやってきたことが水の泡になるじゃないですか。そうよ指揮官様、私たちのせいで指揮官様が諦めるところは見たくないな。それにもしかしたらってこともあるでしょ。必死に耐えていればヨハンとインヘルトが合流しに来るかも。その可能性は低いかも。わかってる。ただ信じてみようってことよ。それって何か作戦はあるの？前に仮想のニヒリスター戦の訓練ってどうこう言ってたでしょ。ヨハンとかなり白熱したやりとりをしてたみたいだけど。よし、どうなろうとプラン A から F まで全部やってみましょう。